サーブで始まり、レシーブでボールを拾い、トスでボールを上げて、スパイクで相手コートへ攻撃。一見するとバレーボールのようなこのスポーツ、実はフーバというスポーツなんです。フーバは福祉のフ、バレーボールの場を組み合わせて作られたスポーツ名であり、中高年の健康づくり、仲間づくり、地域社会への貢献を促進する目的で2007年に菊川市で誕生しました。御前崎市では2009年から取り入れられるなど、現在では掛川市、袋井市を含めた4つの市で親しまれているスポーツです。菊川市が発祥なんですけども、菊川市で始められた方が周辺の掛川であったりとか前席の方に広めてかれたんですね。それぞれのこう地区の体感を利用して、そこにいろんな方を呼んで始められたというのがきっかけなんですけれども、お前崎市では引きが最初に始まったということがあります。たまたまその引きの方で知り合いが発祥のところの方と知り合い で私はそこの引きの方とまた知り合いだと思うんですから、やってみないかということで、それで引きの方でやり始めたというのがきっかけです。御前崎協会としては登録人数というのがあってですね、それが30人ぐらいです。そもそも発祥の時もその、年齢的に言うと50代60代の方をターゲットにしてたんですけどね。で、年齢の多いって言ったら失礼ですけども、男性だったら例えば前はソフトボールだとか、女性だったらバレーボールっていうのが大体限定されてたんですね。ですけどフーバーの場合は男女一緒にできますし、誰でも気軽にできるというところが、ね、非常に魅力じゃないかなと思います。老若男女、和気あいあいな雰囲気の中、楽しく運動ができる福祉バレーボール、フーバ。今回の元気でゴーは、御前崎市フーバ協会の活動を紹介します。御前崎市フーバ協会には、現在28歳から77歳まで、30人ほどの会員が所属しており、平均年齢は61歳。初心者でもどの年齢でも簡単に始められるよう、フーバにはバレーボールを参考にしつつ独自のルールがあります。例えば4人対4人の15点マッチ、使うボールは柔らかいゴムボール、サーブはコート内からアンダーサーブで優しく、ボールに触れられるのは1人1回で、必ず3回触り相手コートに返す。相手コートに返すとき、ジャンプをしての攻撃、いわゆるスパイクは禁止。他にも細かいルールはありますが、安全で楽しく競い合うがモットーです。他にじゃあ体を動かすっていうことがなかなかないもんですからね、気軽に参加できるっていうのが大事だと思います。やっぱ健康目的であったりとかで、もう一つやっぱコミュニケーションっていうですかね、近所で以外の方となんか喋る機会だとか、もちろんね会社は会社であるんですけど、それ以外に触れ合うようなのないもんですからね、コミュニケーション取れるっていうことも大きいと思いますけどね。75歳です。今年で8年目、68から始めました、はい、元気な老人でありたいというのが私の願いです。2年でもね、1年でも元気な老人をね、やっていければなと思っております。いや、特に、ウォーキングなんかをね、やってましたけど、このように集団でチームでやるというのはこのフーバーに入ってから久しぶりです。高校時代ね、本当に何スポーツやってらっしゃる？バレーですよ。バレーですか？何か高校時代を思い出すというか。そうですね。
今年69になります。11年目に入ります。同級生がやっておりまして、そこで誘っていただいて、それで入りました。71です。今年また72になりますけど、去年の7月くらいに参加させていただいて1年になります。今年でなんかどういうきっかけで入られたんですか？実は地区の婦人バレーの方へ、自分のこの年ですからね、体の健康のために練習だけね、やらせてもらったんですけどね、ちょっとこの頃若い子たちが忙しくて練習が少なくなったもんですから、もうちょっと体を動かしたいなと思って誘っていただいて入ったら、最初はねちょっとハードでねびっくりしたんですけどね、とても楽しくやらせていただいてます。婦人バレーと比べてどうですか？こっちのハードです。動きます60代の後半です。そう、10年以上はやってると思うんですけど、はい、友達がねできたっていうのがねすごく楽しい。そうです、いろんなお話したりとかね、今家のことをしたりとか、私も母をねちょっと介護してるもんですから、同じようなね境遇の人もいて、こんなんだよあんなんだよってそういう意見交換したり、こういう時はどうするとか、そういうね介護のことについていろいろこう教えてもらったりね、経験を話したりしてね、でお互いにこうちょっと慰め合いながら励まし合いながら、なんかね風磨だけじゃなくてそういう友達関係がねすごく楽しいです。まあ、体を動かして、動かしてる時はもう嫌なこともすべて忘れてね、ボールを追いかけちゃうもんですから、その時はもうすべてこうリセットできてね、なんか自分も精神的にねこうリセットできていいんじゃないかなって私は思ってます。性別、経験年数、参加したきっかけは違っても、フーバという一つの運動を通して笑顔や楽しいが生まれています。時にはボールに飛び込んだりと激しい場面もありますが、そうですね、多分最初はそうだったと思うんですけどね、皆さんもやってるうちに上手になってきてね、もう女の人でもねすごくこう力強く打ったりしてね、なんかすごく、思いっきりこう力を発散できて楽しいですよ、はい、全然無理しなくてね、自分の範囲で全然大丈夫だと思いますので、ね、友達もたくさんできましたし、とても楽しいです。初めてレディースフーバー大会、女子のね大会に参加させていただいて、見ず知らぬ知らない女の方とチームを組ませていただいて楽しくやらせていただいてね、しかも1位を取らせていただきましたのでとっても楽しかったです、はい、皆さんもぜひと誘いたいです。本当にね、4人のうちの3人ボールに触らなくてはいけないというルールと、ね、ネットから上から打ち込んじゃいけないとか、そういうルールありますので、ボールがなかなか落ちないもんでラリーが続くし、その分運動量は相当高まっています。一番初めはね、もう本当にわからなかったんですけども、やり始めると結構きついね、運動ですよ。いい運動になります、いろいろ楽しみはあるんですけどね、その中でもラリーが1分以上続くと負けられない、自分でミスしたくないという、もう緊張感が出てくるんですよね。もうその時がもう何とも言えないです。そして味方がね、味方の一打がまた、ポイントになった時にはね、最高の盛り上がりです。普段の暮らしを幸せにするバレーボール、フーバ。御前崎市フーバ協会では定期的な練習会や大会もあります。あります、あります。全然動きが楽になりました常日頃のお仕事の筋肉が鍛えられるというかね、その多少ね無理しちゃダメだと思いますけどね、やっぱり良かったんです。良かったです。まだ続く
できる限り続けたいと思います。私たちみたいにもう高齢になると何かね社会との接点を持ちたいなということで、まあこのフーバーもそういう中の一つとして仲間もできるし、特にあの女性もいるし男性もいるし、すごくいいスポーツだと思ってます。これからも続けたいと思ってます。初めて来た人たちもね、みんなそれなりにね教えてくれるしね、こうやってね、こうだよ、ああだよとか頑張ってとかって言ってね、励まし合ってね、やってくれるんでね、すぐね、溶け込んでね、みんなと仲良くできてね、やれるんじゃないかなと思いますのでね、ぜひね、参加してください。毎週月曜日、練習やってるで、みんなー